いわ。あれ、またまた僕だってんすかこれ。大丈夫大丈夫、まだ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 言わんいいか、ちょっと待って、あーもうほんときついから、よし、ナイス。 What's up guys? This is Sochan。 皆さん調子どうですか。今日はですね、こちらに来てます、山岸さんですね。ちょっと今日は一緒にトレーニングをね、できるということで、どういう、トレーニングをね、本当にプロがやってるのかっていうのをすっごい楽しみですよね。行ってみましょう。はい、ということでですね、今日は山岸さん来ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。ご招待ありがとうございます。今日は、ここパワーハウスジムで、山岸さんのトレーニングを、僕がさせていただく。本気のトレーニング、本気のトレーニング、めっちゃ怖いです怖いな。どこの部位を今日は。足でしょ。足2週間やってないってことなんで、まあ、ちょうどいいでしょ。足なんかこう着替えた方がいいですね。うん、じゃあパワーハウスジムでユニフォーム着替えて、あ、早速スタートしましょう。かっこいいですね。かっこいいですね。出会いまーす。まずアップからね、軽くやっていきますから。じゃあこれで20回。うわ、もうきついわ。そうそう、全然きつくない。まだまだ全然きつくない。アップです。これ2、3、グッグッこれマジやばいかも。これは10回ですか。10回、さっきと同じような、同じテンポ、早く上げて4秒で、早くと1、2、3、4、グッグッ。もう一度どうですか。まだまだ始まったばかり。これ重ささっきと一緒ですか。うん、これ増やした。2、3、4、2、3。演技派だから、演技派だから全然まだ大丈夫。演技じゃないです。あ、そう。うわ、あ、まだ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 余裕ある。うわ、こっち少ないのはハムストリングスはスピードの筋肉だから、はい、だいたい人っていうのは持久力。なのでこのハムストリングスはパワー。うわ、きつい。きついって言ってる時はまだまだ大丈夫。もう喋らないじゃないですか、できる。結構ね、あれ、また僕だってんすかこれ。大丈夫大丈夫。ゆっくりだろ、ゆっくりだろ。ゆっくり。グッド。That's it, that's it. Okay, that's it. スロー、スロー、ラストワン、ラストワン、スロー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 、グッド。パーフェクトセット、パーフェクトセット。もうおじいちゃん、おじいちゃん。次はスクワット、スクワットマシン。これも同じ、ゆっくり1、2、3、4。1、2、3、4。でそのまま背中がパッドが離れないようにお尻を真下に下ろす。どこまで下ろしましょう。もっと行く、もっと行く。もっと、まあ、そこまで、90度まで、そこまで。ナイス。いや、アップ。はい、もうきついです。で、伸ばし切るとこれ膝に参加っちゃうんで、少し曲げた状態で。ちょっと曲げてる。そっから。そう、そこへ。そう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 。オッケー、ナイス。上げるのをどうしても意識したいけど、上げるのはもちろん大事なんだけども、下ろす方が筋肉を引き出せるには下ろす方が一番大事。上げるのはまあ筋肉を収縮するんだけども、筋肉が引き伸ばされる、こうやって引き伸ばされる時にこう破壊されて、そこから回復して筋肉が強くなる。ネガティブをゆっくりやるから、例えばカールだったらこう上げてボンと下ろしちゃうんだけど、これゆっくり2倍の1、2、3、4、こうやると筋肉に対してもっと負荷がかかる。今日はもうありがとうございました、ね、今日はありがとうございました。ということで今日は終わり行きましょう、はい、行きましょう。いや、どんどん増えてきてる。もう一回じゃない、よっ、エグザクセイン、また重たい。ナイン、やった、アップ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 、ワンモア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 、カマン、いいか、カマン、ワンモア、アップ、ライト、アップ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 、バイオセオ、カマン、アップ、カマン、グッ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 グ
さすがだけど、あそこから出せるっていうのはやっぱすごい。普通だったらあそこがガクってなっちゃうんだけど、あそこから出せるっていうところは素晴らしい。このセットが筋肉を発達させるセット。だから今その前はこれウォームアップだから。だからこれもうベーシックなエクササイズよ。ベーシックなエクササイズで、例えばレッグエクステンション20回、レッグカール10回で、ハックスクワット10回って言ったら、書いてるだけだったら別にそれ普通に10回できるやつでやればいいのかなと思うけど、強度がこれ実際に強度、これぐらいの強度でやると、これだけのセットでも9セットしかやってないでしょ。で本当に追い込んだのはおそらく1セットずつでしょ。だから本当に追い込んだのは3セットで、もうこれだけの筋肉ダメージが与えるという、これだけの強度っていうのは大事なわけ。プログラムというよりはそれをいかにやる、どうやるかっていうのが大事。もうちょいいかな全然聞いてなかったねこれこれで、足はあまり高く上げるとこうお尻に負荷が移動するので、今日したいのはここ大体四頭筋なので、このフラットなところに置いて、同じ少し開いて膝が同じ状態、下ろして上げる、早く上げる、ゆっくり1、2、3、4、よし。だから違うアングルでさらに追い打ちをかける、筋肉は双眼帯には発達しない。いいですね。なんかこれ本当車に乗り込む感じそうそう、すごいコックピットシュグッギュッグッ、あーすごい、フラップ伸ばしきらない、そうそう、チーナイス、チーナイス、まあ、やばい、画面が白くなってきた。メンタルのそのキャップと肉体的なキャップってのは、メンタルの方が先にやっぱり来ちゃうから、だけどまだまだ肉体的にはまだいける、うん、それをうまく引き出させるのがコーチの役で、いかにこのメンタルのバリアを突破させるか。1週間ぐらいやっぱ歩けないよちょっと本当きついから、トップアスリートの人たちはさらにここからもっと細かな筋肉に移行していくんですよ。いや、それはよく誤解されるんだけど、やっぱりトレーニングって細かいところまでやる、まあふくらはぎとかそういうとこは別だけども、スクワットとかレッグプレスとか、さっきのハックスクワットとかやってると、もう足は全体的に刺激されるので、細かい部位というよりはこの大きなエクササイズ、この基本的なエクササイズ、どれだけの強度でやれるかっていうのが大事なので、トップビルダーでもこれぐらいの強度、セット数はこれぐらいしかやらない、それ強度はやっぱりこれぐらいも追い込む毎回。いや、なんか笑ってますよ本当に、俺が成長します、もうずっと震えてますから。いや、ラストワン、うわ、これ今日俺絶対夢に出てくるな。まあ、レッツゴー。Yep, one, yep. Nice, nice, good. You got this. 大丈夫、全然大丈夫。Push, strong. よっしゃー。Nice. Yeah. Good, perfect. Yep, that's it. Easy, 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 easy. Come on. You can do it. Come on. Nice. Nothing. Come on. No pain. Yeah, easy, that's it. Yep.軽かったな今の。やばい。軽い。じゃあ一回ちょっと休憩じゃないけどレッグカールやって、少し休憩というか息を入れる、ね、重さを上げるんじゃないか。そう。もっと上まで。もう上がんないですよこれ。マジで上がんないですよ。そう。それ、まあ。足つりそうだもん。そう。それでいい。Come on. That's it. Oh, good. So, じゃね。はい。これが最後、大体四頭筋とハムの最後のエクササイズ。はい。まあ、あとふくらはぎもやるんだけどね。これね。ここからウォーキングランチ。One, two, yes. いや、もういけるかな。上がってこないんじゃないかな。Also perfect. 上がってこないんじゃないかな。きつい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 。そう、大丈夫。これどこまで行くんだろう。ああ、いいじゃない。やっ、行くわ。ああ。やっ、あつ。
おお。やあ。まこれきつい。よっ。よっ。うぅ。あと2本。うぅ。頼むぞ、頼むぞ。よっ。オッケー。こっちで往復するよ。帰るよ、そのまま。嘘でしょ。帰るよ。レッツゴー。嘘でしょ。ラストワン、ラストワン。これ。いや。やばい。高校、高校を思い出す。大丈夫、大丈夫。やばい、まあ。高校の、高校の1年生、ボールを持つことができずにずっと思ってた、この子たち。そう。まあ。皆さん、伝わんないと思う。オーレス、カモン。オーモス。オーモス。あと2本。ワン。ラガマン。よし。トゥー。エッド。ナイス。エイドリアン。もう演技じゃない。もう演技じゃないですか。最初から演技じゃない。最初から演技じゃない。帰り、帰りウーバーね。絶対運転できない。もう、僕は無理だ。これどう、え、これ 乗ればいいんですか、ね、乗って、そっから膝伸ばして、で、ウエイト上げると、上げる、そうそうそう、で、ふくらはぎを体上げる、そうそうそう、いやいや、そう、ナイスナイスナイス、でかいな、カーフ、こう、わかる、わかる、こう使ってんの、はい、そう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 、うん、そこが熱いです、そうそう、ナイス10、あと10回、あと10回ですか、そう、10、いや、無理、無理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 、9、1、OK、Good、ナイス、いい、素晴らしい。今度はすね、1、2、3、これも20回。1、そうそうそう。2、Good、3、Good、4、Good、9、Okay. 反動をつけないで、それネガティブ、ネガティブでやっぱり力抜いちゃうと、もう運動の半分はもう意味がなくなっちゃうんで、うん、これやってると、これは怪我しないし、筋肉への刺激が大きくなるので、怪我して、まあ、重量上げるよりこっちの方が絶対効率がいい、うん、これはやっぱり筋肉が大きくなっていくっていう、そうそうそう、ね、うん、もちろんこれでどんどんやっていけば、どんどん力ついてくるくるか、重いな、使えるようになるんだけど、その上でコントロールした動きと、本当にもちろん。もうこっち。はい。こっち。これ嫌い。父ちゃんまだ話して話して時間を長引かせようとした。そうはいかない。あ、マジきつい。九。あ、マジきつい。ま、十。オッケー。あ、きつい。あ。きつい、きつい、きつい。嫌い。If it doesn't hurt, it won't grow. 痛みなければ進歩なし、ね、そのためサーファー素晴らしい、サバイブしたね、すいません、皆さん、今日は本当にありがとうございました、お疲れ様でした、すごい素晴らしかったですね、パンパンで、もうこれ学生の時以来のトレーニングだったと思います、本当、はい、演技じゃなく演技じゃないですか、なんかよくわかんない、演技は前からよくわかんなかったから、まあだけど明日だったらわかりますね、いや間違いなく死んでますもん、もう二度と家から出たくないって思うかもしれないぐらい、もう本当にパンパンだと思う、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ありがとうございました、 Thanks for watching. If you enjoyed the video, please like and subscribe. See you next time.